ショールームね、ショールームを始めました。2期生のショールームが初めてなので、私がトップバッターです。今日からファーストアルバムの発売記念ショールームをやっていきます。イエーイ。あと何日だ、今日が12日だから、あと8日だ。やばいね。 BGM、 そう、ひらがなで恋したい流れてます。キャー、待って待って、やばい、何喋ろう。大人っぽくなったね。だってありがとうございます。まだまだ高3です。17歳です。富田鈴香です。 A 型の神奈川県出身の富田鈴香です。何分やるの、30分間やります。本当にでも顔出しで配信するのは合格のショールーム以来なので、めっちゃ今緊張してます。やばい、わーい、わーい。何喋ろう。横浜公園行ってありがとうございます。明日は東京の国際フォーラムでライブやります。走り出す瞬間ツアー2018。これ書いたんですよ、すごくないですか。すごい、すごい。どうしようどうしよう。こっちでもいい。パチ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 。今流れてるのはそのファーストアルバムの中に収録されているひらがなで恋したいっていう曲です。可愛いですよね、めっちゃ可愛い。ホワイトボードかっこいい。だってありがとうございます。すごい、後でこれ写真撮っておこうっと。いやー待って、本当に緊張する。どうしようどうしよう、しか言ってない。まあでもこれつけよ。イエーイ。あ、そう、期待してない自分の MV でね、私なんか手すり、階段の手すり滑ってるんですよ。みんな見てくださいましたか。私もうね、めっちゃ止めてみた。ここいいって思って止めてみるの。やるよね。あだ名はパリピちゃんです。みんなからそう呼ばれてる。あ、でもメンバーから結構信子って呼ばれるよ。呼ばれます。だから握手会とかでなんかファンの方が信子って呼んでくると、あ、メンバーかなって錯覚しちゃう。何も面白くないのに笑っちゃう。ピータン、そう、最近メミさんからピータンって呼ばれるんですよね。可愛いですよね、ピータン。でもピータンっていう食べ物あるの知らなくて、ピータンってなんだろうって、ピータンって何って言ってました。ピーマン、あ、ピーマン、ピーマン本当に苦手です。ピーマン、ちっちゃい頃から一回も食べれたことないですね。すごい顔してた今、絶対。明日行きます。だって、ありがとうございます。楽しみだね、本当に。国際フォーラムでも私結構何回か行ったことあるんですよ。だからそこでね、できるなんて嬉しい。好きな車、好きな車わかんないな。でもなんかファミリーカーが好きです。この曲が一番好き。ですよね。この曲やってて、やってる方もなんか自然と笑顔になるからめっちゃ好きですね。誰か見てないかな、誰か見てないの。
メンバーの2期生誰か。ひらがなポーズして。ダメダメ、こういうねノリが出てきちゃう。どうしよう。何のお寿司が好きですか？あ、私はサーモン、サーモンで好き。サーモンを絶対一番最初に食べます。あとホタテ貝、ホタテ貝が好きですよ。ハヤシライス、ハヤシライス好きです。でもカレーの方が好き。アルバム、アルバム18曲ね、新曲あるんですよ。炙りサーモン好きです。サーモンより炙りサーモンの方が好きかもしれない。あ、6000人あり、6000人の皆さんありがとうございます。背筋張ろう。ドヤ顔してかわいい。へえ、やばいね。どうしよう。7分だ、7分経ったどやれてない？どやりました今。変顔みたいになっちゃう、そうね。札幌、札幌楽しみです。札幌でも今はね、もう明日のライブのことで頭がいっぱいです。私本当に楽しみ、ライブ本当に楽しいです。アルバムで好きな曲、あー、それ結構聞かれるんですけど、でも、アルバムで好きな曲はもう全部好きだからとかなっちゃうから。でも正直、でも京子さんのソロが本当に私大好きで、本当に大好き。元気になります。おいで夏の境界線人気ですよね。おいで夏の境界線、本当にめっちゃなんか夏の始まりって感じですよね高校2年生、あ、間違えました、高校3年生ですなんかずっと高校2年生ですっていう自己紹介してたんで、なんか慣れちゃいました。高校3年生っていう響きが新鮮すぎる。でもすいすいすい餃子はじめまして、はじめまして、あ、そうそう、はじめまして。どうしようね。でもそうですね、ずっと顔出しね、これさっきも言った、でも顔出し配信をしてなかったので、でも去年の8月ですもんね。もうすぐ1年だ。早い。1年何してたかな。早かった。怒涛の。ウィンクして。早いね。早いね。早いですね。早い。朝、そう、早朝配信してたんですよね、その1年前。早かった。だって5時46分からやってました、私。懐かしい。でもなんか、懐かしいね。なんかリコーダー吹いてたりしましたもん、私。あとひたすら歌ってた、ショールームとかやってた懐かしい。見えてますか、これ。発売記念じゃん。みほが服にココアこぼしたってよみほココアこぼしたの？ココアこぼしがち。いや、あ、おばあちゃん、そうだ、おばあちゃんはずっとギターで弾いてたんですよね。やばー、すごい懐かしい。なんか懐かしいですね。懐かしい気持ちになる。そう、リレーで、そうです、やるので。明日は誰でしょう、誰ですかね。明日は
早い。最後めっちゃ泣いてた。超号泣してました。覚えてますか？もう絶対やばかった。あれがもし顔出し配信だったらもう号泣すごかったと思う。超もうしゃっくり出るくらい泣いてましたもん。スクショタイム、あそうだ、スクショタイム懐かしい。顔出し配信してないのにスクショタイムですとか言ってた。スクショタイム、本物のスクショタイム。え、面白くないですよ今。もうやばい、緊張してるまだ。もうそろそろエアコンの時期ですよ。つけましたか皆さん、エアコン。私はつけてます、家で。何度ですか？28度。でも私の、でも20、でもめっちゃ温度低くして布団くるまるのいいですよね。かき氷はブルーハワイが一番好きだけど、いちごが好きですね。いちご。小坂奈緒の最終審査の番号、いちごちゃん。間違えた。あ、もうすぐで1万人だ。すごい。あ、そう、そう、なんだろうね、欅共和国行きますって、ありがとうございます。患者さんとライブ、丸々1公演ライブやるの初めてなので。あと野外なのも、野外もこの今度の北海道のフェスも野外なので、野外楽しみ。野外ってどんな感じなんだろう。フェスとかも行ったことないんですよ私。水浸しになるんですか？雨降ったらってことですか？すごい。あ、1万人だ。ありがとうございます。こんな何も喋ってないようなショールーム。キャー。かわいすぎてハゲるだって。ハゲちゃう。あなた誰？あなた誰だって。富田鈴香です。ひらがなけやき2期生の富田鈴香です。高校3年生、17歳、神奈川県出身、 A 型、1月18日が誕生日です。これで OK。 明日ライブ行くよ。ありがとうございます。あー、なんか話そう。アルバムについて話しますね。なんかありますか皆さん、質問。アルバムに声低いですか？声低いですよね。してます。あ、線香花火。あ、そうなんですよ。線香花火が消えるまでは松田好花と私と金村美久のユニットなんですけど、なんかみんな本当に声が大人っぽいというか、年齢全員違うのに声が大人っぽいんですよみんな。だから合ってますよ、めっちゃ。本当に早く聞いてほしい。でもあと1週間ちょっとで発売って考えて、なんかすごい早かった気がしますね。あれ女の声しない。爆笑。音楽部、そうだ音楽部。でもおもてなし会も2月にやって、もう4ヶ月経ったんだ。早い。髪伸びましたよね、私絶対。絶対めっちゃ髪伸びた。あ、今行きたい高速道路。そうなんですよ、私今めっちゃ高速道路走りたい気分で。いやー、ちょっと高速道路走りたいですね。でも、
逆走の旅免許そうです。まだ私18歳じゃないので、来年の1月で18歳なんですよ。あ、そう、特典映像の予告版がアップされてて、私それを家で見てて、なんかすごいドキュメンタリーじゃないですか。だからちょっと結構グッときました。涙出そうだった。出たかもしれない。イケボ、もうイケボですから今ケンケンパリピポ。早口言葉して、これめっちゃ得意です私。生麦生米生卵生麦生米生卵、はい、ガス爆ガスババスガス爆発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 シャー。生麦生米生卵はいつも言えるんですけど、今やっぱりちょっとこわばってるから、にぶちゃんがよくやってる体操顔体操って効果あるの？でもにぶちゃんはめっちゃ表情筋豊かなんで、多分あるんだと思います。表情筋がかわいい、はやかやくするじゃないですか宮田まなもです。バスケめっちゃ苦手なんですよ私。球技でも野球はめっちゃ好きなんですけど、サッカーとかなんかできる感じがしてやってみたらできないみたいな。バスケも苦手。貝食べれますよ。貝好きです。マナも似てるやった、これみんなできますよ。メンバーどんどんみんなの取っていく。1億人飛ぶじゃないや何かあるかな、何か質問ありますか皆さん。髪の毛でヒーポーズ、すごくないですかこれ。ヒ、今度これで写真撮って送ろう。好きな色は紫です。でも黒とか
赤とかワインレッドみたいな結構大人っぽい色が好きかも。清楚キャラやってみて。今結構なってますよ清楚キャラ。髪切り予定ないです。もうここら辺もう足くらいまで伸ばすつもりですね。ラップしてできません即興は無理ですね。じゃあ明日までに考えてきますね。メッセージで送ろうと今度ブログに新しいラップ書こうかな。言ってるだけです。なんで怒ってるの怒ってる感じに聞こえますか？私の声、声やばいです。有言実行。ビームお願いします。ビームって何ですか？こういうやつですか？ビーム。最近一緒に遊んだメンバーは遊んでないですね。最近遊んでない。サングラスかけて誰か分かんなくなっちゃう。あ、分かるかな。ギリギリ分かるかもしれない。伊達巻きどこに売ってますか？スーパーにまだ売ってると思います。たまに食べる。お化け屋敷本当に苦手です。この間ケアビンゴで入ったんですけど、普通に小学生の時に入り口から出てきましたもん。怖すぎて絶対に入らない。でもあの時は本当にナオがいたから入れました。ずっと叫んでたの。その時の後遺症かもしれないですね。男装してよ。男装、男装でも絶対金村美久が似合うんですよね。私絶対にな、似合わない気がする。声だけかもしれない。好きな曲、あーそっか。でもさ、そうですね、確かに。なんだろう、最前列は2期生の曲なんですけど、ね、2期生の曲なんですけど早くみんなに会いたくなってきました。ノックをするな、ノックをするな。マジでかっこいいですよ。本当に本当にかっこいい。なんかレコーディングの時にロックに歌ってって言われたんですよそれだけです。いや、ノックの、そうですね、ノックをするのは。でもやっぱり一輝さんと混合のユニットなので、すごいあれですね、気合のなんかついていくのに頑張る必死、必死です。そうである。流れてる曲はひらがなで恋したいですよ。さっきからこれしかやってない。触覚好き触覚好き ラップは即興です。そうやって私のキャッチコピーがラップは即興ですになるまで頑張りますね。ラップを。沖縄行きたいな、沖縄行きたい。
ルームカラー、そう、パールピンクとパールブルーです。パールピンクとパールブルー、理由は特にありません。好きな色です。ピンクと青って可愛くないですか？可愛いですよね。トマトジュースめっちゃ嫌いです。なんか私トマトに砂糖かけるんで、トマトジュース好きじゃないのかもしれないです。結構前髪はもう常に切ってます。毎日切ってるかもしれない。こうミリ単位、ミリ単位ですよ。ひなちゃんの前にして、かわいたひなです。絶対バカにしてるって怒られちゃう。出れたらいいな。サソリ触れ、サソリ絶対無理。なんかもう足がこうやって入ってるやつもう無理です。全部でも蝶々も無理です。スイカパンチ、スイカ大好きです。小悪でツインテして今度やりますね。カブトムシも無理、ムカデも無理、ダンゴムシも無理。ダンゴムシとか本当に無理です。でもあの深海魚はいけます。あの白いやつ、白い深海魚、あれは可愛いなと思います。水族館行きたい、水族館行きたいですね。セイパーリーピー、リュウグウノツカイって言うんです。あ、そうそうそう、ダイオウグソクムシいけますね。可愛い。ということで30分経ちました。皆さんありがとうございました。明日は誰かわからないです。すごい変なショールームですいませんでした。見てくれた方ありがとうございました。バイバーイバイバーイバイバーイ